ポケモン、ワンピース、遊戯王、カード買うならカードラッシュ。カードラッシュなら他の通販サイトで買えないあのカードやこのカードがすぐに見つかっちゃうかも。どこよりも超お得にカード買うならカードラッシュ。今すぐチェック。おはようございます。おはようございます。というわけで、ですね、楽園ドラゴラってシールド戦専用のパックなんですよ。やめろ確かによくない、専用って言ったらよくないな、トゲがあったわ。シールド戦も楽しめるパックなんですよね、はい、実況者スクールウォーズっていう生放送もやってました。おお、僕が干されたやつです。やめろまた俺クラベルのコスプレしてよっていうのは置いといてね、はい、これ一箱あるとシールド戦って遊び方ができます。パックを15パックずつ開けて、基本エネルギーと、こちらの3箇所のネモのプロ騎士でしたっけ。ネモやね。ネモやねネモ1枚支給、あと基本で、何枚でも使っておけ、基本的に。とあとこの15パックで、まあ、デッキ組んで、デッキ40枚、サイド4枚の対戦をしようっていう話を、うん、普通にシールド戦は、限られたプールでその戦いをやるっていう性質上、ポケカ IQ みたいな自力がつく、いや、かなりね、地盤固めに最適な遊び方だと思っております。はい、手張りと逃げるがめちゃくちゃ重要になってきたりとか、ね、うん、結構3ターン先くらいのことを考えてやんないといけなくなるから、結構いい基礎練になるよね。 いや、本当にいいんだよこれ。500円スターターとかの対戦もそうなんだけど、うん、かなりいつも強い特性とか技でごまかされてる部分がこういうので、なんかちゃんと考えなきゃいけなくなるから、はい、まあ、というわけで、5択はいいのでやってみましょう。やるか。お願いします。お願いします。じゃあ、いいよ、俺先はけとくわ、ちょっと。あ、OK。やっぱシールド戦はね、相手の出たカードとか分かんないのが楽しいと思うんで、はい、これはお互い隠しながらやった方が盛り上がると思います。OK。じゃあ、やっちゃおうかな。ダンノーラチャンネルジャック。じゃあ、開けちゃおうかな。15パックか。結構すぐだな。15パックってことは、75枚か。75で、根元エネルギーで40枚するんでしょ。うん、結構、あれやね。あ、いいカード来ました。頑張って喋ってるな。ここ使われるやつだ。頑張って喋ってるって普通よ。頑張って喋ってるな。でも俺、独り言苦手なんだよね。あ、生配信とかあんま向いてないと思う。あ、なるほどね。これこうか。 6タイプか、全部で。大体6タイプだよね。でもなんか使いそうな。もしかしてシステムのポケモンってウェイリバルぐらいしかいないのか、これ。システムと呼べる特性を持ってるのはそうか。SR 引いちゃった。2パック目にして。リアクション渋そう、なんか。いや、どうしよう。え、使うよ。使うんだけど、スリーブが必要かどうかは自分で判断して。いや、必要。が必要か。必要だから、うん、なんかたまたま机の上にあったやつと交換しとくね。うん、ごめん。ガチごめん。いや、なんで俺が SR を引けないと言ってるんだね。ガチごめん。初対なんだ。ああ。なるほどね。え、ちょっと待って、これデッキにするの難しくねえか、かなり。まあ、システム言うと別にラティアスのシステムだからな。え、俺がいつラティアス当たったのって言った。いや、わかんないけどこういうカードいいんだよね、シールド戦。さっきも冒頭でも言ったけど、いろいろ制限されてることがあるから。ちょうど言ったら来た。お前 AR あるんだね。チャンネルでかなり暇そうにしてる。ガチごめん。いや、全然。え、いつもさ、パックの開封とかどういうテンションでやってるの。まあ、テンションはそうだな。結構ね、なんか対戦動画みたいなイカれたテンションではやってないよ、基本的に。え、やっぱりさ、対戦動画ってさ、テンションイカれてる。あれはイカれてるね。そのうち血管切れて多分倒れると。もう悪くないね、現状悪くないけど。まあでもあれだな、なんかね、一人で配信とか一人で YouTube やる人に向けた、まあ僕からできるアドバイスとしては、内容気にしなくていいから、とにかく喋り続けることだね。これらしい、色が
色がこれってことは、なんかステラ出たんだよ。1、2ステラなのかな。むずっ、むずいな。いやでも色固定ってことはブリジュラスかもな。あ、ちょっと待って、すごいことになっちゃった。え、 SR も入れると、あ、これやばいね。やばいね。てか、エレの出た EX のエレの色が分散しまってるタイプか。うん、てかこれ分散すんじゃねえか、割とかなり。なんかブリジュラスとかあの辺のエネ高速きついやつ出て嬉しかったけど、でもなんかもっと強そうな、なんか他に使いたい EX も出ちゃったみたいな。でもまずあのブリジュラスとかが出た場合、あのジュラルドンが当たってるかみたいなさ、悲しい話から始まるんでしょこれ。まあでもね、俺なんか2箱ぐらい開けたけど、ジュラルドン5枚ぐらい出てたから、まあ大体半分に1枚は入ってる。なるほどね。うん、残すところあと2パック2パックとなりました。まあ、俺の方に EX と S ステッキが残ってることを祈ろう。もうね、えっ、あ、こういうパックもあるんだね。これいいっすね。反対の山心配になってきました、かなり。おう、というわけでこれがラストのパックとさせていただきます。ありがとう。まあだから2人でさ、1箱分配してるからさ、うん、相手か自分どっちがエーススペックが当たったかは分かるんだよ。確かに基本全然カード紹介の時見落としてたけど、こいつちょっと強いかもしれないテキストで、俺は出た EX に何一つ被ってないと、こいつの色が。じゃあ全てを回収して消え去る翼。あるだろ、どう考えても。ふざけんなよ、信じろよ、俺も。いや、ワンちゃん1パック余分に持ってかれてる可能性。疑われてるもん、しかない。確認はね、視力なんで。じゃあ、僕パートね、上げていきます。このなんか、パックを15パックまとめて頭一撃で切り落とすっていうのを、まあなんか、長年、動画内でパックを開けてきたからこそ得得できた能力だとは思っている。かなりおすすめ、もしかして。かなりおすすめ。うわ、きつ、この EX 人生終わった可能性が高い。いや、こうやってやったら俺だけ分かっててもしょうがないんだよな。こっち向けてやんないとね。そう、タクトちゃんとやったかな、これ。こうやってこっち向けて見ていい。うん、こうやってやった。え、こっち向けてこうやってやったかな。うわー、なんだそれ。あー、そっか、そっか、90度。視聴者のことを考えていらっしゃらない。ディスメだ。ああ、もう、そして俺は今出た EX が強いのか。ああ、いやー、これちょっと、これルールの確認が必要ですね、これは。はい、はい、これルールの確認が必要です。どういうこと。いやいや、でこいつはまあおおむね使う。まあ、いやー、なんかこの辺のね、今回なんかその種を展開するだの、なんかカードを引くだの、なんかそういう、まあ大体こういうシールド戦ってさ、まあなんていうか、まあ、やっぱサポートとか弱いわけよ。その分なんかポケモンでカードを1枚引くとか、なんかポケモン、種ポケモンを出すとか、そういう系のカードがまあ結構入ってたりするんですけれど、今回多いんですよね。大体そういうのって1種類とかしか入ってないんだけど、今回は確かクレフィーとかがあのカード引く効果持ってるし、で、かといって、そいつしかいないかっていうと、そう、こいつね。まあこれぐらいはいいか。こういうナックラーとかがね、仲間を呼ぶ持ってるから、うん、まあこっちで組むこともできると。で、こいつは、うん、まああんま興味がないと。喋り方参考になりやす。まあ、任すときよ。で、ちゃんとこんな感じで、視聴者の方にも見やすい、まあ、画角を。いやー、タクトにこれができてるかな。まあちょっと編集のとき見ますわ、俺がね。コールとか強いんかな。はい、まあいいでしょう。まあ大体ね、進化ポケモンにテンションが上がったところで種ポケモンがいないと話にならないんで。あとはまああれっすね、あのネモが1枚支給されているとはいえ、まあやっぱ展開系のサポートが何枚引けかみたいなところがあるのと、あとあれなんよね、大体こういうシールド戦ってその裏を呼ぶカードがまあなんか何かって話なんだけど、まあ、今回はなんだっけ、ルチアのなんとかなんで、
あれが確か種ポケモンしか呼べないんで、進化呼ぶカードって今回あんのか。お、これはいいっすね。これは入れましょう、はい、これは入れます。多分何をしても入れます。どう何がどうあがいてもこれは多分入りますね、はい、あれこれ大丈夫かな、タクト。はい、いや、なんか俺の方でめっちゃ出てるカードがあるから。え、なんかそれタクトの方で出てない可能性がワンチャン。いや、まあそんなことねえか。めっちゃ出てるカードない。まあ EX 出て EX の進化内に揃わないって今時ないだろうね。ちょっと勘弁してくださいしてる今時ないよね。あ、これね、あれ出たら強いっすね。あれ、あの、あ、そう、これ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 、このセット嬉しいよな。ちょっとこれはありなんだよな。うん、いやでもね、今回あれなんだよ、あの、確かにこれあれだな、あの対戦相手同じ空間にいるとさ話せないよな、なかなか楽しい、うん、かなり楽しい。これがあれで、ああなんだよってね。あ、むずいな今回のこのあれ。カッコ伝わりになってくる。おなんだこれ。おー、これとか、これどうなんだろうね。シールド戦強いのかは分かんねえんだよな。はい、これも絶対採用になるんで、絶対採用みたいな、もう超汎用カードはこっちにはけとくか。うん、これ入んの。え、っていうかナックラーやばくね。いや、ナックラーマジでイカれてる。2枚呼べんのこれ。そうだよ、ガチナックラーガチイカれ採用確定もしかして。いや、ほんとかこれまあどうなんでしょうね。あー、出た出た、これこれね、これとりあえずまあ1枚欲しいよな、これはさすがにね。うん、いいんじゃない。何、いや、いいっすよ。なんだ貴様すいません。はい、まあ残すところあと4パックくらいになってたと。これもね、まあこういうね、言ったらまあスタンでデッキ組むっていう観点で見ると見向きもされないようなカードも、まあシールド戦だと、うん、微妙っすね。じゃああと3パックなんで、まあ、サクサクいきましょう。あ、いいね、これ被るの嬉しいよ。アトレア、アトレア、これどうなんだろうね。シールド戦だとちょっと強いかもしれん。こういうなんか暫定なんか存在価値不明なアトレアとかさ、あったんだけど、まあでもなんかアート、なんていうかそのシールド戦で強い前提で組まれて、なんかデザインされているのであれば、まあこのアートレアの存在にも納得がいくんだよな。これな、出てほしかったな。これまあタクトの方が出てると信じよう。ふいっ。まあ単純にこういう展開系のサポートが多いのは嬉しいと。まあこんな感じっすね。まあだから要するに SR の枠はタクト君が持っていったんで、はい、まあその代わりこっちの枠は僕がもらったということでよろしいんですよね。はい、はい、という感じで、じゃあ私はこれでデッキを組んでいこうと思います。まあまあいいでしょう。はい、一旦こちらで提出。うん、お願いします。最初はグッジャケボルスウェンコーで、はい、俺ワンチャン高校取りそうだった。先行で手張りのね、テンポが大事ですから。見とけよ、マジで7枚こう、5デジ必殺コンボ来る。5デジゴッツアンプリバイ来るか。ほっ、あぶねえ。まあ、います。うわ、こ、いつか、これな、まあいいか。これ、笑われるな、ワンちゃん。いなかった、いなかった、おー、いいよ。隠すかサイド4枚、いやいや、隠せないんで。はい、サイド置きました。鋼鉄章ね、はい、鋼鉄章水ね、オッケーオッケー、いいよいいよ、タクトそんなうまぶっちゃってそんななんだっけ、春クジラだか、なんか夏クジラだか知らないけどさ。あ、見たか、テキストちゃんと。見た見た見た。突破できんの、あんた。もちろん。ガチガチ、やばいこと起きた。やばいかも。いや、まあやばいのは君だけじゃないかもよ。じゃあ追加で1枚もらいます、はい、許せ、お願いします、します。いいじゃん、こいつ。違うんだよ。違うの、針先が。いや、あのね、ちなみに苦しんでるのは、まあ、君だけじゃないとだけお伝えしておくわ。お伝えされておくわ。うわぁ、もう、ほんと、まあ、こっちか、やばい、終わり、ドロッ。夢中で出しますやばい、来る、糸けの身をつけて、待って、俺出てないぞ。あー、なるほどね、水入ってる読みね。いや、全部使おうと思ったの。出たカードあるって、はい、エネルギーをなぜかつけて、はい、サーファー
あ、入れ替えね。入れ替えます。その後、自分の手札が5枚になり、ヤフを引きます。はい、どうぞ。誰打ちます？いや、終了で。打たないですか？山見ないですか？あ、見た方がいい。山見た方がいいんじゃないルルギス。はい、あー、すごいこと起きてる。つけときな、ほら。すごいこと起きてるけど、つけときな、もう山に超エネルギーはそんなない。やばい、急に混ぜ始め、急に混ぜ始めた。やばい、転ばされてやられた。本当にやばい。よいしょ。え、転ばされないじゃん、これ。転ばされないよ、余裕で。どうなってんの、マジで。なんでそいつ想定壊んの。でも、はい、3枚いきます。もう今のところこれが生きる未来が見えない。まあそれはそうだよな、終了戦。すいません、どうすんのこれ本当に。テキスト覚えてます？一旦叩き出すわ。あぶねえ。そう、ちょっと突っ込めて倒せないやんって思って。ただその10ダメージを与えていくことは大事という話で、そうそうそう、上は覚えてるよ。おお、覚えてんだ。だって入れるか悩んだもん。おお、やるねえ。やるねえ。ということは蝶が生きてくると。やるねえ。布石の銃、いっとく。手張りで、エネキテ逃げます。え、ちょっと突っ込むで、うん、到底なんで0ダメージ、はい、このポケモンにも10ダメージね。まあこれが大事と、はい、終わり。許せ、本当に許せ。でも3枚、はい、頼む。ポケモンが痛い。なんでこれ。マジで。終了。弱いんじゃない、ちょっとその。あ、ごめん、終了嘘。いいよ、いいよ。鋼ネギを夢中につけて終了します。ほんとかよ。うん、あ、そう、ガチごめん、はい、忘れてた、ね、ジュラル、ブリジュラスにつけるよね。はい、指定して、はい、はい、してます。ガチで忘れてた。いや、で、これはね、ちょっとごめん、出すわ、ちょっと恥ずかしいけど。あ、テキスト確認するんだ。これ当たってない。そうそう、まあ、こうか。俺これ EX1 個揃えてたら勝てちゃいちゃうけど。ほんとに頼む、ほんとに頼む、ほんとに頼む。これよっよっ、 YouTuber 任せてくれよ、任せてくれよ。俺はリザードでバーニングダークって混乱になったりしないから。うっ、でかすぎでしょ。裏と表で5枚3のでかすぎだろこれ。裏なら3枚、表なら8枚ですね、はい。聞かせていきます。ちょ、来い、上来い、上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 でいい。始まり。いや、まあ、ちょっと待ってくださいね、板垣さん。いや、打つかは下から7枚見ます。ポケモンを1枚手札に加えます。8枚です。7枚です。7枚です。ドラスナに。やばい、俺の欲しいカードあっち行ってる可能性があるな。あー、さすがに、こっちか。で、山混ぜるな、はい、これね、叩っこがね、逃げ目がね、重いんですよ。はい、回収で、はい、まあ出しておきます。さすがに、ちょっと置いとこうかね。あー、で、突っ込みません、終わりです。炎上ね、はい、もう170なんで。最強サポート柿つば。いや、強いよな、終了戦だと。それ、いかれてるぐらい強い、マジで。いや、変なの来んな、変なの。これ、普通にラティアスとか出て、ぶん殴りに来るだけでやばいぞ。弱い、きつい。許せ、サスケ。まあ、ギリ耐えてるってか、こっちでいいのか。無理無理無理。ラティオスと、柿つばだ。直撃以降やばくない？やばいけど、こいつ。で、ベンチラティオスとアルクジュラ出して。ここか、ラティオスに鋼つけてルヌキス。超エネルギーを一匹につけるんだね、うん、いやこれは一枚でいいな。超エネルギー1枚をラティオスにつけますと、うん、終了。頼む、頼む、かきつばだ。
ビブラーバーバーいや、まあ乗ろう、はい、結構こうかな、お意外と単数的にこうでいいと見た、はい、で、これで終わりで、はい、乗ろう、いいです。あー、こっち引いたけど、まあ先にこれなんだよ、どう考えてもど、はい、どうとか言っちゃったきつかった7枚で、あるよね、そろそろ。うわ、選び放題、選び放題、羨ましいな。あ、これかこれって言ったら絶対これだな。あ、ちょっと待って、おお、出たんだ。いや、悪くないじゃん。まあ、SAR の方が上だけどさ、うん、うん、いや、これは悪くねえよ、はい、買取価格も悪くないっすよ。やめろマジで。いやいやいや、別にね、ラティアス除外、除外、はい、ラティアス出します、まあ、デッキにある間だけ怖いからね。スカイラインやべえな。アルクジラを縛られるというプランがなくなった、これで。ありがとう。ルチアンだの、なんだおでね、省エネをラティアスやばい。なんか相手ラティアティで気持ちよくなってる、きつい。夢中で逃げます。おい、直撃しますか。はい、直撃カジッチで1枚あ、ここあ、そう、はい、おー1枚ここなんだ、はい、エネあんのか相手。 あったな、手張りはしてるからな。いや、ダメだ、ここに手張り来た。いや、これね、申し訳ない、終わりなんですよ。来た、終わり、くっそ、やどろ。アルクジラに鋼でつけて、はい、いいっすよ。アルクジラ、トロセ、おー、いってらっしゃい。俺は8枚引きました。タクト君はどうかな。まあまあまあ、3枚でも勝てるんで。あ、そう緊張してるやん。フリップが安定しない。緊張してるやん、もう。オッケー、本当にやばい。スカイライン効果で逃げます。はい、どうぞ来た、やばい準備の一端に当ててきたぞ。ルンルンキース、やばくない、ルン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 、いいよ、終了。いや、これじゃない。いや、もうこれあったらしょうがないな。ちょっと見して。あ、ここにいたわあっったらしょうがないか、これ手張り、逃げます。お、大事な手張りと大事な逃げるを消費してかじりついてきた。は、いや、次逃げられませんけど、次逃げられませんけど次逃げられませんけど、あと、あ、あと混乱です、あと混乱です、やばい、あと、あと混乱です、はい、あと混乱です、はい、おい俺の魂の一撃、いけ、かじりつくな。急所に当たった、ふざけんな、マジで逃げられません。え、コイン振ってください、また使うなら。マジでやばいじゃん、終わり。お、逃げられないって何だから。え、逃げ目がゼロです。はい、賭けだな。未然アルクジラにつけて、はい、ルチアのピー持ってんのかよ振りますか、コイン。いや、終了で。おぉ、1枚振ってもいいんだけど、おう、どうする、振らないね、振らない、振らない。ああ、そう、手張りはね、こうしましょうかね、うん、で、これな、置くかどうかか、難しいけど置くかな、このワンドロー大事かな。いや、まあ置くか、ちょっとこれ初撃飛行だけで倒れ、もう負けたらしょうがない、ごめんなさい、それは、はいはい、ソフーソフーソフーあるよね、ソフー、おかしかったもん、ソフー2枚引きます、はい、やばいか、手張りはしましたね、確かね、はい、かじりつくね、突撃されるんだよ、ってことはもうもう倒した、た、てかこれ表じゃなくてやばいよ、どうソフー水エネルギーをアルクジに貼りますと、え、いやいや、何それ、い、置いとくわ、とりあえず何それ必要かな、分かったよ、分かったよ、そっちか、分かったよ、そっちで、そうそう、いや、
そんなね、こんなとこで調整しても意味ないですよ。ここで何表出たら嬉しいです、裏出たら裏出たり、ついここで表出るよねみたいな理屈、そんな関係ないって。裏出るときは5回連続でも10回連続でも裏出るんだって。うるさいうるさいうるさい。一旦ここ裏でいいよ、別にここ表だよ、ここなんか裏でいいよ、2裏でいい、全然8引いて L 音なれ、 L 音なれ、ない、大丈夫、あ、そう、ドラセラ、はっ、表何今、うーんみたいな声出たけど。はい、オッケーっすね、オッケーっすね。さて今回はミストとかついてないよな、大丈夫。ここよ、ここよ、ここよな、ここよ、大丈夫だろ。はい、いってらっしゃい。無限ネーム、はい、くっそー、反撃で30、くっそー、これは概ね勝ちやな。1枚 HP があと80の、あーでもフライゴンで倒せるのか、この80のおかげで。そうですね、一応一応ね。あで最下炎上突撃でもいいと、うん、あとあれで倒れますね、もう上で、上でね、いなそうだけどね、現状何もないと。いやもう本当にもうこのターン倒れなかったらこのラティアスは逃げますと。いやもうさすがにもうどうあがいても炎上突撃がするよ。お、うん、の上でもうここの上がないことを祈るしかないかな。まあ一旦一応トップ風でそれのこともか、いやトップ、まあもういやだからここで引くしかねえか、ちょ一旦こっちでいいや、1枚、うっ、うわ違う、やばいこれ、うわくそ、フライオー、フライオー、俺ここで引くしかないのか。いやさすがにユダソでもさ、これさ小村でとどついて、うん、ハルクジラになられたら、うん、いよいよ負けなんだよな。ゲーム終わってるね。決まりで、はい、いやーくそ、ここなフライゴンで落としたら結構よかった。サーファー入れ替えますサーファーいいね、サーファーいいっしょ、波に乗ってるっしょ。1枚、まあまあまあ引けないよな、知ってた知ってた。あーちょっと頼む、あのさ、あのこれでハルクジラはやめてくんない？うん、さすがに。オッケー、アクションして、アクションを手出しておくか先に。一旦炎上突撃で、うん、とりあえず170ダメージね、追いますと。じゃあダークボール5番チッション。でもあと4ターン耐えれば勝ちよ、耐えれんのか俺。あ、ラティアス消えたか一応、うん、ハニーシーもう一気にいないと分かんないですよね。耐久高っお前ゴーお前高っゴーキチュイキチュイキチュイにも程があるゴーキチュイにも程があるそいつ、デンジャーボス300。うわここフライボンで取れてたらな、強かったな。最大1でしょもう、はい、で15出るんでしょ、はい、まあ一旦これもうフライも引くしかないな。許せ、許された。うわエネルギー点ストップになっちゃいます。プロ来たあ、いたんか、どっちも全部いたんだけど、まあ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 しょうがないっすね。ヒットせず、ヒットせずですね。プロ来たな、くっそ、これまあフライゴン慣れてギリワンチャンあるかぐらいか、うん、まあしょうがないですね。で、そうですね3枚持ってきます3枚持ってきます。なるほどね、鋼はもういないので、ね、さよなら、3枚持ってきます。おくっそ、構築段階でね、実質 NA 何枚かみたいな、実質はこれだったね。なるほどね、そっちか、カウンターゲインの話かと思ってた。くっそ、なんか来た、カッターウィンドで、ぐっちりボディマイナス20あ、じゃあマイナス30で、20あ、君はよくやったよこの俺に。負けるこの俺がまあ、でしょうね、この俺が負けるいや正直ラティアスがフライゴンは見えたんだけど一回、うん、あのラティアスが全然見えなかったし1枚膨らんでたからここラティアスかなと思ってたんよ。ラティアス入ってんの？
本当だ。入ってるよ。入ってる、うん。これいくつだったんだ点結局。130。あ、130じゃあちょっと微妙やな。ラティオス倒せないか。そうなんですよ。いや元カトカゲいるやん。全部入れた。当たった EX。まあでも確かにこいつ無職やからね。まあまあ、蝶と鋼があればみたいな。当たった EX と、なんか使えるサポート全部使おうと思ったんだけど、ちょっと、構築上お助けベルが消えた。あと変えたのは、あれか、これだ。なんかから始めて、ブリジュラス行って、レスキューハンカー、じゃブリジュラスから行って、レスキューハンカーしてもう一回ブリジュラスするやつで、それはやばい、ね、単で3枚ぐらいのやつ、うん。あと普通にウェイニバル。うん。あ、結構いい感じ出てるね。そう2、2、3人2か。3人2。だからかなり組み込めるね。青蝶ビートもできて、なんか選択肢が多すぎて、かなり困った。確かにかなりむずそうだね。困った中で、うん、全部使おうって思って。いや、でも結果的にね、いいじゃない、いいじゃん。全部入れました。うん、こんなもんえぐ全部入れましたで、気合のムチュール3頭といやでも強いよ、やっぱこれでラティア育てるだけで強い。いやちょっと過剰だったな、結局ムチュール引いてムチュールしかいなくて加速できずパスだったから。あれやな、ウォーグルいるんだ。ウォーグル強そうだった。ウォーグル強そうだったよね。ウォーグル強そうだった。ちょっと枠の都合で抜きましたが、まあ僕は、なんだろう、炎と塔と水と蝶とかがね。俺にさ、かな、俺に EX 吸われてるからさ、多分。でもこの箱 EX5 枚箱だね。ちょっと上振れてる。これ上振れなのか。ちょっと上振れ。基本4やから。まあ、なかなかやるとか結局は。まあまあ。おめでとう。じゃあ、勝利賞としてこちらを進呈します。嬉しいね、これ。ありがとう。ああ、この俺が、この俺が負けた。はい、お疲れ様でした。まあ、こんな感じで。たまにやると楽しいです。まあそう、シールド戦はああいう着物一旦でどうなるかみたいなところあるから。そうだね、多分何回やっても楽しいと思う。楽しい楽しい、うん、いや結構いい仕事したこいつ、微妙かなと思ったけど、かなりやられた。ホントはストーンパックしてね、これやるとね、ちょっと確定数変わってくるかな。ルチアアホやんとか言ってたら、そう逃げられませんけど逃げれない、やばいっつって。